こんばんは。今回はだんだん最近ですね、暖かくなってきまして、メダカたちの産卵がだんだん本格化してきたので、今回は種親の選別と、それに伴う産卵用の容器ですねをちょっと整備していったり、まあ子供ですね、稚魚たちの容器をちょっとまとめて、卵を採卵した時に開ける容器のスペースをちょっと確保しようと思って、今映ってる容器ですね、こちらを卵を入れる容器にして、種親はまた別の容器でちょっと買おうと思います。今映ってるのがこちらが産卵が結構本格化し始めた3色ですね。結構卵持ってます。こんな感じでちょっと見にくいかもしれないんですけど、もうこのビローモスに卵が結構ついてるんですよね。こんな感じで、こちらの卵はあれですね、今の親の子供たちの卵ですね。こちら今映ってるこの水槽ですね、60センチ水槽の中に入ってたウィローモスに、これは採卵目的じゃなくてたまたま入ってただけなんですけど、めっちゃ卵ついてます。でこちらの稚魚ですね、まあ80リットルの水槽の方にまとめてしまって、これまだ全然選別とかしてない去年の秋生まれですね、こいつらをこっちの80リットル、まあ、こちらは今のよりちょっと遅生まれのやつなんですけど、だいぶ大きさも追いついてきたので、まあこっちに全部まとめちゃって、この60センチ水槽にこっちですね、最初映ってたこっちの親ですね、3色の親たちを入れようと思います。こんな感じで結構ちょっと見にくいんですけど、だいぶもう卵持ってる個体が多いんですよね。体も結構立派なのでだいぶ産卵が早いですね、まあ、冬場もちょくちょく餌をあげてたので全然痩せてないので、もう産卵が始まってますね。でこちらの子供たちももうだいぶ産卵してますが、こっちはまだ選別してないのと、まだ3色の色がはっきり分かんないので、まあ採卵はもうちょっと後かなって感じですね。とりあえず今は80リットルの大きい容器に移して成長させようかなって感じですね。ここの水槽のグリーンウォーターがすごいいい感じですね。ちょっとバスクリーンみたいな感じになってますけど、まあ、もったいないですが、まあちょっと水替えもしつつ移しちゃいます。これが子供たちですね、先ほどの3色の。まだちょっと色が出てないですし、赤虎っぽいのが多いかなって感じですね。まあ、そっちの種親の選別がいまいちだったので、赤虎みたいなのが多いかもしれないです。こんな感じで結構な量が入ってますね。これは60センチレギュラー水槽ですね。なんで幅が60の奥行き30だったかな、ちょっとその辺曖昧ですけど、まあよく一般的に売られている60センチのレギュラー水槽ですね。まあひたすらとりあえずメダカの稚魚、まあ稚魚ってことでもないですけど、メダカたちを救ってきます。この中にはピンクワンダーのスイレンも入ってますので、そうですね、まあ先ほど取り出したウィローモスはもう出しちゃって、あのウィローモスと一緒にスノープリンセスっていう姫スイレンも入ってます。まあメインはピンクワンダーですねの小株ですねを100均のプランターに植え付けて沈めてあります。まあこんな感じで掃除しつつ、下の方の汚れているのは捨てちゃいます。グリーンウォーターがちょっともったいないんで、上積みの綺麗な液は取っとこうと思います。こんな感じで、これ灯油を汲むポンプですね。これ確かダイソーで500円ぐらいで売ってました。これ便利ですよね、とても。ただまあ自分はちょっとビオトープ的な感じでやってるので、なんかスイレンとか水草のゴミがちょっと引っかかりやすいので、ちょっとそこら辺はあれですね、微妙なとこですね。まあメダカオンリーでそういう水生植物をやってない方にはすごい便利かもしれないですね。僕の場合水草とかの巻き込みがすごいので、ちょっとあれですね、これピンクワンダーですね。こちらは株分けした小株になります。これちょっとショートヘアグラスもなんかどっからともなく生えてきてますね。チクチク可愛いですね。でこちらが今すくってメダカたちですね。ちょっとグリーンウォーターで全然何も見えないですけど、結構な量が入ってます。これをこっちの80リットルの方にちょっと水合わせをしつつ入れていきます。でこちらの60センチ水槽には隣の発泡容器のですね、親の3色のメダカたちを入れていきます。でこっちの隣のスイレンが入ってる容器が
昨日前日ですね、前日リセットしたやつでちょうど丸1日置いたため水になってるので、そちらの水を入れてきます。でこちらの親の容器のウィローモスにも卵がちょっと見にくいですけど結構ついてました。でこの辺はヘルボラとかですね、スノープリンセスの姫水蓮系が入ってます。基本我が家ではよく皆さんが使うような卵トリーナとかはあんま使わないですね。だいたいホテイソの根っこかウィローモスをやってますね。まあ我が家はどうしてもスイレンとか水草もいっぱい一緒に入れてるので、メダカがどうしても産みやすいとこに卵を産むんですよね。下手するとなんかその辺の水草とかにつけちゃったりするんですけど、まあそれはしょうがないとして、なんか卵トリーナよりなんかウィローモスとかホテイソの方がやっぱ卵つけやすいみたいで、そっちにいっぱいつけてくれるんですよね。なので我が家は基本ウィローモスかホテイソを使ってます。でこちらが親たちですね。この先頭にいるオレンジのやつは完全に赤トラなんで、これは多分種親にはしないんですけど、結構いい色なんですよねこの赤トラが。なんでちょっとこの遺伝子も入れようか迷ったんですけど、確か抜いたと思います。これとかちょうど3色でいいですよね。頭がオレンジで黒と白も乗ってるって感じですよね。まあ、冬場もやっぱ我が家はちょっと餌もあげてたんでだいぶ丸々してますね。メタボ気味ぐらいです。でこちらをちょっと選別していきますね。どれを種親にするか3つ選別していきます。まあ、とりあえず良さげなのとちょっと違うかなっていうのを分けていきます。こんな感じの親たちですね。この1匹めっちゃ赤トラなんですけど、ラメが入ってるやつがいて、これちょっと気になるけど白がないんでどうしようかなって感じですよね。色がいいのとラメは入ってるんでちょっと混ぜてみようかなっていう気もするんですけど、結局確か最後メスだったんで、とりあえず子供取ってみようってことで、確かあのラメ入りの赤トラは一緒に混ぜてあると思います。どんな感じの子供が出てくるのかちょっと楽しみです。であとはひたすら選別をしていきます。で先ほどの話にちょっと戻るんですけど、まあウィローモスあと使う理由としては、あのホテイソウだとちょっと増えすぎて、まあ、スイレンと一緒に育ててると、まあ、水面を覆い尽くしてしまってスイレンに光が当たんなくなっちゃうんですよね。なんでちょっとホテイソウはあんまり使わないっていうのもありますね。まあ多少は使いますけど、まあそのあれですね、ウィローモスの方が水中に沈めとけばいいので、そのスイレンの妨げになんないんですよね光の。ウィローモスはもう沈めて適当に放り込んでおけば全然生きてくれて、どんどん成長してどんどん増えていくので、そうですね、すごい丈夫ですしね、すごい便利ですよ。冬も全然寒さにも大丈夫ですし、夏の暑いのでも全然大丈夫で、メダカも卵をすごいいっぱいつけてくれるし、多分結構水質浄化能力もあると思うんですよね。栄養を結構吸収してくれるので、なので結構ウィローモスおすすめです、メダカの産卵用には。こんな感じでこれが今選び抜かれた親たちですね。去年なんで生まれた子供に白勝ちの子、白が多い子がですねあまり多くいなかったので、まあ今年はちょっと白い親を多めに入れてみました。これでまあ均等にっていうか、まあうまく白、赤、黒が乗った子供たちが出てくれればいいかなと思って、まあ、選別をしてみました。でまたこっから水合わせをして、こちらの60センチ水槽に親たちを入れていきます。でこっちの空いた発泡スチロールはこれから卵をですね、まあ、採卵して入れていく容器にしようと思います。そうしましたらこちらには元から入ってたヘルボラとスノープリンセスですね、そちらの姫水蓮の苗を戻していきます。こちらのヘルボラもですね、ちょっと植え替え動画を上げていきたいと思うんですけど、まあ植え替え自体はもう終わってるんですけど、ちょっとなかなか動画をアップできる暇がなくてちょっと上げてません。また
後日あげると思いますので、ぜひ楽しみにしててください。この秘密水蓮はちょっと普通の耐寒性水蓮とかと植え付け方が違うので、ちょっとそちらも、まあ、興味ある方はぜひ見ていただきたいと思います。なのでまあ様子を見つつですけど、そろそろだいぶ産卵数も増えてきたので、そうですね、卵を徐々に採卵していこうかなと思います。まあ、今回もちょっと取り出しただけでもだいぶ卵がついてましたんでね、もうそろそろメダカたちも本格的に産み始める時期なんだなと思います。まあ我が家は比較的ちょっと暖かい地域なので、まあ皆さんのところに比べるとちょっと早いのかもしれないですけど、そうですね、どうなんですかね、皆さんのところもまあだいぶ産卵し始めたよっていう報告も上がってきてますが、どうなんですかね。ぜひ皆さんのその辺の情報もあったら教えていただけると助かります。でこちら水合わせが終わって、まあだいたい1時間ぐらいしたら放流しました。こんだけ入ってました、あそこの60センチ水槽に。こちらの80リットルに放します。でこちらの親たちの方ですね、こちらは60センチの水槽に放します。まあこう、そうですね、こっちがメインでこれから卵を取っていくと思います。3色のメダカがいっぱい取れたらいいなと思います。こんな感じでまだグリーンウォーターをまあベースにして、先ほどの入ってた水槽の水を入れてるので、かなり濁っていて見えづらいです。そして1週間後ですね、まあ今日動画アップした本日ですね、本日ちょっと様子を見てみました。特別落ちてる個体等も発見できず、まあグリーンウォーターは相変わらず濃くなってたんですけど、まあ状態は大丈夫そうでしたね。餌食いも多分今から見てわかると思うんですけど、問題なくいい感じで食べてくれてたので、まあ無事にまあリセットと移動が完了したかなって感じですね。で今日がですね、朝が多分寒かったので産卵は全くしてなかったですね。卵を持ってる個体はいなかったです。でこの餌をあげたのが多分12時ぐらいなんですけど、その後1時2時ぐらいになったら卵を持ってる個体が何匹か、まあ結構いましたね、 4,5 匹いたので、多分お昼くらいにご飯食べた後に卵を産んでたみたいですね。まあ、ちょっとその動画は撮ってないんですけど、まあこの時期やっぱ寒いと昼ぐらいから産卵したりするんですね。ちょっとそれは知らなかったです。まあいつも朝卵産んでるイメージだったので、そうですね、やっぱまあまだ寒い、朝が寒いのと、まあ時期が初めっていうのもあるでしょうね、おそらく。まあ結構卵産んでましたね、いっぱい。餌食いもこんな感じで順調です。あっという間に全部食べちゃいました。昼間はね結構あったかいんですけどね、朝晩がやっぱりまだ寒いですし、なんか来週もちょっと寒いみたいなので、まだちょっと本調子にはならないかもしれないですね。でまあ今日ちょっとウィローモスを取ってみたら、でもやっぱりちょっとは産んでるみたいですね。そんなめちゃくちゃってほどではないですけど、ちょっと見えるかどうかわかんないですけど、卵が産んであります。ウィローモスですね、まばらですけどね、そんなまだがっつりってことではないですね。この辺とかにも産んであります。まあ本当にがっつり、まあシーズンインって感じではないですけど、徐々に産み始めてますね。まあこれからに期待ですかね。まあ来週寒いんで、ちょっと来週はまだですかね、4月下旬ぐらいからですかね、おそらく本格的に産み始めるのは。まあ、とりあえず今回の卵は明日あたりにちょっと採卵してみようかと思います。でこちらがもともと60センチに入っていたのを80リットルに移した子たちですね。こちらもみんな元気です。本日も動画最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。よろしければグッドボタンやチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。ではまた。